集合場所としてはここなんですね。はい。二月五日，我来到风景优美的德岛县神社町，参加为期两天的类石像工作坊。初めて来ました。あ、そうなんですか。いや、めっちゃ綺麗。サンさんと覚えていただければ、留学生で石積みめっちゃ興味があってやってみたいなと思って今日参加させていただきました。よろしくお願いいたします。我们修复的石像位于一片广大梯田的中央，参加工作坊的人来自日本全国。工作坊的带领人金子老师给我们布置的第一个任务是清除倒塌的石墙。ここからここまで潰しますんで、今回ユンボありますんで、もうちょっとユンボで最初崩していただいて、積むところから始める。崩して、石を置く準備するところまでが、全体の作業の6割ぐらいと言われてます。なんでも積む作業っていうのはもう全体の作業でいったらもう2割とか。与此同时进行的是将清除的部分分成土壤、毛石头和砾石头三部分的分类工作。砾石头取自日语里的砾子，指那些不能作为墙面的小石头。最开始我一直在土壤里面翻找砾石头。ございます。土間に合わない。おお、なんかでかいのが来ます。こんな感じで土の山になりました。石の山にもなってて、足にめっちゃ土がついています。面白い。田んぼの中は歩きにくいんですね。この一番下の石、根石って言うんですけど、根石を置くとこぐらいまでが全体の作業の6割と言われてます。で、本当はこれ根石も悪かったら根石取っておき直すんですけど、今回別に根石取らなくても良さそうだったんで、もうそのまま上に積んでいきます。于是在正式垒石头之前，我们进行午餐的恢复体力时间。今日の弁当です。中途休息的时候，技巧高超的司机带给我们从山上搬过来的薄石头。すみません、翔さんどこです？どれですか？翔さん、これ。はい。これ。ああ、本で読みました。なるほど、弦の棒は結構あるんですね。これも小銭ですか？これは全然鉄の棒です。あ、全然どうも。はい。休息结束，金子老师开始讲解垒石头的基础要点。首先是如何正确的拿放石头。どうやったら挟まないようになるかというと、石の下までこう持ってたらダメです。こういう感じでですね、もう常に石持つときはもうこの端っこだけです。持つので、あと石持つときはですね、こうおへそから離すとバランス崩したりとか、腰痛めたりするんで、石持つときは基本的にはもうお腹にくっつけて持つ。接着是如何配置作为墙面的石头。だから必ずこうお尻を下げる。で、この石のお尻は思ってる以上に下がってても大丈夫です。こういう感じで石のお尻下がってたら、もうグリ石でとにかくこう固定してください。この石の下にグリ石入れたら、絶対固定できるんで、とにかくこの積み石置いたらグリ石で固定する。グリ石の役割は2つあって、この積み石を固定させるっていうのと、あとここの土と積み石の間に入れるというグリシ2種類あります。で、一回こう固定したら、あとはもう手身に入れてガサガサと後ろに入れる。この石、一つの石にしか乗ってないというのはよく、ここにですね、切れ目ができてすぐ抜けやすくなるので、必ずこの2つの石をに当たる抜ける。で、できたら3つの石に乗るように置くっていうのが一番いいわけです。例えばここですね、ここの石を置くときはこの3つの石に当たるように置くといいです。で、谷積みはなんで谷積みかというと、ここにこう谷の隙間ができるから谷積みです。上に開く隙間ですね。どんな形の石でも、ここにスポッとはめたら安定して置きます。この高さを
揃えて置いていくのを布積みっていうんですけど、レンガみたいにこう平らに置いて、置く積み方が結構あるんですけど、まあ、そうすると、まあ、ちょっとでも例えばここにちょっとあの出っ張ってるとこあって、まあ、この辺ちょっと出っ張ってるとこがあると、まあ、上に石を置いた時に、まあ、こういう感じで安定させにくい。まずこの石どこが長いかっていうのを合わせます。そうするとこの石ここが一番長いです。で、まあ、石垣はここの控えの長さっていうんですけど、奥行きの長さが長い方が丈夫な仕上げできるんで、まず長い方を 見ます。そうするとこの石ここが長い。そうするとここか、まあ、ここがあの辛いになるんですけども、まあ辛いになるのは、まあ面積が広い方ですね。だからここ、こっちとこっち比べると、まあ、こっちの方が広いんでここが辛い。也不能忘记设置墙面的基准线。接着，所有人都陆续开始尝试自己配置毛石头，并请老师修改。どんだけこう積み方がですね、正面から見たときに綺麗に積んでる沈みでも、うん、グリーシが入ってなかったらもう絶対に崩れやすいんですね。で逆に言うと、なんか表面から見たらめちゃくちゃ下手くそな積み方なんだけど、グリーシがたくさん入ってたら、まあ、丈夫な石垣ができる。まあ、ほとんどの崩れ原因が、まあ、雨が降って崩れるんですけど、で崩れてる石垣見ると、まあ、ほぼ、まあ、グリーシ入ってないです。で、まあ、そのグリーシどれだけ入れたらいいかっていうのも、まあ、そこの土地どんだけあの丈夫な石垣作りたいかっていうのによってます。だから決まったグリーシの量がなくて、どんだけ自分が手間をかけて丈夫な石垣を作りたいかっていう。こんな感じで入れてますか？そうですね、ここに1個入れて、はい、その間に多分こう1個入れたいんで、まずここに入りそうな、なんか厚みのあるものかなって買って、厚みのあるもの、重いすいません、もう通ります。これはどうですか？お願いします。OK。すごい。就这样，我们第一天的工作于下午五点结束了。朝来たら田んぼが凍ってる。霜がかかっている状態。搭完临时栏杆，大家的工作分成三个部分共同进行。片端で掴んで四角いポン。あ、すいません。さっき石を運ぶ担当して頑張って後ろの石を前に運んだだけで。在临时脚架上眺望的风景别有一番风味。上ではグリを分ける作業をしている方々が戦っています。焼きたてのグリを作っている。静止画こんなのすぐ割れる。短暫的午休后，
累石墙进入了收尾阶段。人々の作業場はだんだん下から上まで。接接接このところの何でもいいから石を積むらしいです。上から土をかぶせています。最后，镜子老师进行了简单的点评。三角の隙間ができているかどうかですね。三角の隙間できてたらちゃんと。噛み合ってる。この石置くときにここの石にも当てといた方が良かったんですけど、なぜかここに留めちゃった。ちょっとこの隙間なんかやり直す？やり直す。もうここから。ちょっと疲れた。復活しますか？いやまあまあまあ、ただまあこういうのできてても、まあ、グリー石が入ってたらまあ、そんなに問題ないです。1から10はどれぐらいですかこれ？点数ですか？80点です。うん。合格でね。合格で。そう、僕もちょっと完成しないかもと思ってたんですけど、ちょっと無事完成して本当に良かったです。就这样，我们成功修复了倒塌的石墙。